いい天気だろう、と聞かれた気がした確かに自分の真上には澄んだ青空が広がっているが果たしてこれは本物の空なのか四角く切り取られたその空は天井に映し出されているようにも見えるはっきりと判断がつかないのは先ほどから視界がぼんやりともやがかかったように霞んでいるからだ そこに光がにじんでいよいよ目の前を白くするたまには空でも見なきゃやってらんねえよなまるで薄紙の向こうにいるような人影はなぜだか懐かしいのんびりとした口調も声も随分前から知っている気がした「ろクマそう呼びかけたが声は届かなかった。 届かないというより声そのものを発することができなかったルクマなのか再度問うて手を伸ばそうとしたがなぜだか獅子の感覚がない三度呼びかけようとして時空はハッと目を開いた「目線の先に見慣れない天井がある」「慣れ親しんだ自室のものとは違う」 年月を経て色の濃くなった簡素な板張りの天井だところどころに見えるシミは雨漏りかそれとも入り込んだ動物の糞尿の跡かここに来て1ヶ月がたとうとしているのにいまだ寝起きに見えるこの天井に慣れないでいる換気用の小さな窓にある分厚く曇った窓ガラスの向こうはいつの間にかうっすらと明るくなっていた すでに日は昇ったのだろうか時空は右手を動かし左手を動かし続いて両足を動かして獅子に異常がないことを確認した先ほどまで視界しか感覚がなかったがどうやら本当に夢だったようだ空か時空は天井を見上げたままつぶやく。 そういえば、最後にのんびりと空を見上げたのは一体いつのことだったか自身の余裕のなさがあんな夢を見せたのかもしれないユッカルと国境を接するここマリワは農業国だが近年は不作が続き決して裕福な国ではないましてこのマリドナの町は庶民の家の窓にガラスがはまっていることすらも珍しかった 時空が身を寄せている宿や六星館が町の中で比較的見栄えのする2階建ての建物だがそれでも外壁の塗装の剥がれや色あせなどは目についた吹き抜けになった玄関や客室内はできるだけ清潔に保たれているが時空が寝泊まりしている物置や休憩室などは床や壁が傷んだまま放置されている10日に使う油や 暖を取るための燃料も節約するよう言われていて体を拭くための湯さえ使える量が限られていたゆっくりと寝台の上で体を起こし時空は小さく息をつく夢であるならばこちらが夢の方がどんなによかっただろう寝る時も外さない首飾りには白金のメッキに紙を刻んだ一枚の小さな板がついている。 時空はいつもの習慣でそれを握りもはや愛まみえることがかなわぬ神に朝の目覚めを告げた。